地の中象や生態冒徳などと並んで反ユダヤ主義の歴史において主要な題目となりユダヤ人に対する迫害、追放、虐殺の口実となった。典型的な地の中象においてはキリスト教徒の地は杉越祭りで食べられる酵母の入っていないパン、マッツァーに使われるとされる。中世ヨーロッパにおいては何千の噂を除く150例の儀式殺人事件で ユダヤ人が逮捕され処刑された。なお、血の中傷が有害で、誤った告発を意味することもあるが、この使用法について、ユダヤ人グループから抗議がなされている杉越氏のパンの中に、キリスト教徒の子供の血を混ぜるという噂が、血の中傷という言葉のそもそもの由来である。だが、この噂が広範囲に、流布されるに及んで、 ユダヤ人に対する抽象一般の指す概念として用いられるようになった。地の中象はユダヤ人差別の象徴として彼らに対する憎悪を一層かき立てる機能を果たした。特に杉越祭りの期間にその機運が高まったが、それは杉越祭そのものが他の祭りに比べて民族主義色が濃くユダヤ教の起源、習慣、信仰といったアイデンティティを より具体的に表現していたことも関係している。ユダヤ教には殺人についての厳格な禁止事項があった。また古来より肉食には最新の注意を払っており、タルムードでは人肉食についての警告を発してもいる。にもかかわらず、ユダヤ教とは特別な儀式において最後に滴たらせるキリスト教徒の血を必要とし、そのために密かに キリスト教徒の子供たちを殺害し、その遺体から血を絞り出しているといった噂が公然と囁かれていた。ユダヤ人によるキリスト教徒殺害という観念はイエスの受難を連想させ、その再現とさえみなされていた。その種の噂は以前からあり、単純にキリスト教徒に対するユダヤ教徒の復讐であると説明されていたが、その後、 反ユ大ヤ主義者にとって、都合の良い別の説が定着するようになる。それが上述の、杉越のパンに、キリスト教徒の子供の血を混ぜるというものであった。さらには、杉越の晩餐に供されるワインにも血が注がれていると、言ったと大ひれがつくようになり、年を追うごとに、杉越し祭りが繰り返されるたびに話が、膨らんでいった。血の中象にまつわる流言は、 中世以降の800年間におよそ200のバリエーションが数えられているが、そのいずれもが革新部分にはほとんど手がつけられていなかった。よって世代を通じて固定観念が形成されるようになり、地の中象についてのおおよそのストーリーが完成するに至った。それによると、つまり亡くなった子供はユダヤ人の杉越氏の生贄として犠牲になったという。 話の流れである。当時のキリスト教徒は自分たちのことをユダヤ人よりも啓蒙されより文明的であると考えていた。よってキリスト教社会では汚れた職業として禁忌されていた金融業にユダヤ人が携わっているのならば儀式においても人肉を食したり血をすすったりするような野蛮な信仰、習慣を保持しているに違いないと当然に知していた。 地の中象は当初はイギリスとフランス国内でのみまことしやかに囁かれていたがこの両国を中心に各国へと伝えられやがてはヨーロッパ全土を席巻するに至った。地の中象の起源は古代にまで遡ることができる。それがキリスト教社会固有の潮流としてヨーロッパ地方の各地で爆発的に拡散したのは中世末期のことである。 フラウィウス・ヨセフスは、アピオーンへの反論でのユダヤ人を擁護する記述の中で、反ユダヤ主義信奉者が、ユダヤ人の誹謗中傷を、ヘレニズム世界の各地にはびこらせていたと述べている。ヨセフスが紹介した中傷は次のような話であった。ヨセフスが、ユダヤ人に対する中傷への反証のために持ち出した、この屈辱的な逸話は、自らも、 ユダヤ人であったヨセフスが、あえて書物に記録したことにより、ヘレニズム期からローマ時代にかけて、この種のデマがルフしていたことの信憑性を高めている。十字軍の時代には、イギリス、ドイツ、フランスなどで、ユダヤ人による儀式殺人が告発された。イギリスのリッチのウィリアム、最初の地の中小をユダヤ人に、儀式殺人で殺害されたと言われたノリッチのウィリアムの、 卓掲。ノーフォークロッドンホーリー・トリニティ教会決の中傷が最初に発生したのは1144年イギリス東部の町のリッチにおいてである。ユダヤ人が儀式のために少年ウィリアムを殺したという儀式殺人を告発したケンブリッジの修道僧シーアボルドはキリスト教の洗礼を受けたばかりの回収、ユダヤ人だった。ウィリアムという名の少年の遺体が 森の中で発見された。その遺体は腐敗こそしていなかったものの、暴力が加えられた痕跡が残されていた。事件の調査に当たったトマス修道士は、聞き込みによってユダヤ人の関係をほのめかすいくつかの証言を集めた。ユダヤ人富豪の屋敷で働く家政婦によると、彼女は屋敷内でその用事が縛られているのを目撃したという。また、 キリスト教徒の一人は遺体を森の中へと運ぶユダヤ人の集団と遭遇したと報告した。さらにはトマスの友人のユダヤ人キリスト教会集者もユダヤ人が毎年フランスのナルボンノに集まりその年の杉越の池にをどの町から調達するのかを協議していると告白した。当時の資料に基づいた歴史家の推論によればすべての証言は ユダヤ人キリスト教会修者がトマスに吹調したものと見られている。このユダヤ人に関連して別の歴史家は彼の偽証は当時一般的に語られていた中傷の一つになったに過ぎずその背景ではもっと悲惨な事件が多数起きていたと述べている。ユダヤ人名手が一文なしの騎士に殺害される事件も起こった。当時の権力者党はこの事件に一切 絡んでいなかったが、彼が確立した地の中象は作者を離れて一人歩き、し、その後に誕生する何百というバリエーションのプロトタイプとして世代を通じて語り継がれた。リンカン1255年、イングランドのリンカンにて貧困層の子供が森の中で行方不明になった。遺体は井戸の中から発見されたが、容疑者として真っ先に疑われたのは、 ユダヤ人であった。尋問の末、彼らの中の一人が罪を自白したものの、その自白は、原型には結びつかなかった。彼は、馬の尾に結びつけられて、市内を引き回された挙句、その他17名のユダヤ人と共に処刑された。それから200年後の時代の詩人ジェフリー・チョーサーは、カンタベリー物語の逸話、女子修道院長の話の中で、 林間での地の中傷を取り上げている。フランス1171年には、フランス中部の町ブロワでも地の中傷が発生したが、いくつかの点で特殊な事例であった。遺体の発見や、幼児の行方不明といった伏線がない状況で、発生した。ユダヤ人とキリスト教徒の使用人がすれ違った際、加工された皮の包みをユダヤ人が落としたことが火元になったと見られている。 使用人はその川が子供の遺体から剥ぎ取られたものと疑ってすぐさま主人に報告した。その主人は以前にユダヤ人の不号をともめた経緯があって復讐の機会を伺っておりその報告を後期と見たのである。その他の事例とは違ってこの件にはブロワの権力者も積極的に絡んでいた。それは当地における ユダヤ人がラミの裁判を円滑に進めることを目論んでいたからである。この事件では、ユダヤ人38人が、キリスト教徒の子供を誘拐して、儀式殺人を行ったと告発され、憤闘に処された。ブロワーにおける残殺によって、大変な衝撃を受けた、同時代のユダヤ人たちは、その日を心に刻み込むために、死板の20日を断じ機に制定した。 その制定は、今日では、ラベイヌ・ダムの一連の業績の一つに返されている。また、当時行われた断食については、ゲダルヤの断食よりも大規模なものであったと、伝えられている。ボン出身のラビ、エフライム・ベン・ヤーコブは、辞書において、ブロワのユダヤ人の自慢を次のように描写している。女性や子供をも含めた、共同体の全住民が、 三尾かアレイヌを口ずさみながら積み上げられた焚き木の上に乗せられた。おごそかな低音の声で祈りは続いたのだが、最後には悲鳴と絶叫に変わっていた。そして全員で声を合わせて、アレイヌレシャベアフと祈った後、火の中で燃え尽きた。1191年、ブレシュールセーヌで儀式殺人で告発された、ユダヤ人、約100人が、噴景に処された。 1288年のフランスのトロワでの異端審問裁判にて13名のユダヤ人が儀式に使う血を採取するために子供を殺した角で家計に処せられている。ドイツ1147年、ドイツのビュルツブルグでユダヤ人数名が儀式殺人で告発され何名かが殺害された。1150年、ケルンで回収ユダヤ人の男の子が教会で精鋭。 餅を廃料すると、大急ぎで家に帰って、生、餅を土に埋めた。僧侶が穴を掘り返すと、子供の遺体を発見した。すると光が下り、子供は天に昇ったという話があった。1235年、ドイツのプルダーにて、キリスト教徒の子引きの息子5人が、森の中で斬殺されるという事件が起きた。するとた叩く間に、 その町の32名のユダヤ人が復讐心から子供たちを殺したというデマが広まった。事件当時のプルダーには神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世も滞在していた。皇帝は改修ユダヤ人による下2委員会に儀式殺人の救命を命じた。委員会はユダヤ教で人間の血を儀式で使用する根拠はどこにもなく、それどころかユダヤ教では 人間の血を何かに使用することは禁止されているとの報告がなされた。フリードリヒは彼らの言葉を信じ、地の中傷が単なるデマであるとする直視を交付し、そのデマを広げた責任者たちを厳罰に処した。1236年7月、フリードリヒ2世は金印直所でユダヤ人を皇帝奴隷として地の中傷から守った。 新聖ローマ皇帝フリードリヒ2世は、ドイツのユダヤ人が皇帝の国庫に属すると宣伝した。最初の皇帝となった1247年には、ローマ教皇インノケンティウス4世も地の中小の問題の対処に乗り出し、各地の大司教及び司教宛に次のような手紙を送っている。この文面はインノケンティウス4世に続く歴代の教皇によって繰り返し引用されていた。 トレントのシモン、トレントのシモンの物語の差し絵1475年、イタリアのトレントで、ユダヤ人の家の井戸の中からシモンという名の少年の遺体が発見された。おそらく、キリスト教徒の殺害者が安易に罪を逃れようとして、遺体を投げ込んだものとみられる。地域のユダヤ人たちは、そのように推定したものの、当局に対して立証する手立てが何もないために、動揺した。 早速、ユダヤ人の家の中から、子供の泣き声がするのを聞いたと証言する、キリスト教徒が現れた。尋問は、生産を極めたため、家族の者は事件への関与を認ざるを得ず、当局の調査内容に沿った事件の詳細を、供述した。首謀者とされた、ユダヤ人は、水張りつけ、他の者たちは白熱したやっとこで肉を裂かれた後、家計に処せられた。 この事件では13名の命が奪われ、残されたトレントのユダヤ人たちも町から追放されてしまった。その後、ローマのユダヤ人たちの生願が通じ、教皇庁は事件の再調査を命じた。すると密告者が現れ、彼は身の危険を暗示ながらもユダヤ人に対して行われた裁判が公正な訴訟手続きを踏まないまま。 尋問による自白のみを頼りに進められたことを暴露した。この調査結果を受けて、教皇庁は事件の救命委員会を設置したが、最終的に採択された決議は玉虫色のものであった。つまり、インノケンティウス4世の禁止令を改めて批准する一方、トレントでの訴状手続きが適正であり、これ以上委員会が干渉する理由はないと結論付けた。 後代になると、シモンの伝記が複数執筆されたが、いずれの内容にも様々な奇跡炭が散りばめられていた。その奇跡のおかげで彼は1588年、教皇シクストゥス5世によって劣勢されている。ただし、1965年になると、パウルス6世によって劣勢は無効とされた。トレントの教会には現在、次のような碑文が彫られている。 かつて、この場所では、人類史上の黒い1ページとして記載されている、耐え難い出来事があった。イスラエルの歴史家で、バルイラン大学の教授、アリエル・トアフは、教皇庁の依頼に応じて、トーク団の調査にあたり、その結果を、著書にまとめたが、同書では、シモン殺害は戒立を破ることさえも厭わない、ユダヤ人急進派による行為であると結論付けている。それによると、 当時集められた証言を検証したところ、後半記録に残っている地と砂糖を取引していたとされる、ベネツィア出身の商人の実在が裏付けられるなど、証言には十分な信憑性があるとしている。しかし、彼の著作はイスラエルでは、国評にさらされ、非科学的で作読に耐えない書物を大衆に、公表したとして、学者としての姿勢もろとも求断された。 彼に対する反論の主なものは、過去に十分検証され尽くした資料を強引に解釈する、その方法論に向けられている。また、500年以上も時を経た今日に至っては、過去の証言だけではいくら検証し直しても、尋問を否定するに値する情報を生み出すことは、不可能であり、仮に、その証言に信憑性があると判断するのなら、 中世ヨーロッパの魔女裁判において、サタンとの上皇の権威で火炙りにされた、何千人もの女性の自白さえも認めざるを得なくなって、しまうと述べている。スペイン1491年、すなわちユダヤ人のスペイン追放の前年、ラグワルディアにおいて、多数のユダヤ人が、儀式において、子供を斬殺した上、遺体から心臓を取り出したという権威で告発された。しかし、 子供が行方不明になったという報告はなく、死体が見つかったという記録さえも残されていない。にもかかわらず、告発されたユダヤ人たちは極刑に処された。現在では、殺されたという子供自体がそもそも実在していなかったと見られているが、この話を広めた者たちは、子供が犠牲になった瞬間に地震が起こり、太陽が暗闇に覆われたなど、あたかもこの事件が、 キリストの受難の再現であるかのごとく、不意調していたのである。また、遺体が見つからないことに関しては、天に召されたからだと言って納得させていた。一部の歴史家たちは、この事件が、不測の事態から生じたのか、あるいはスペイン追放を控えた時世を鑑みれば、土地を摂取するために取られた計略の一環だったか、その真偽についての解明を進めている。 ラグアルディア発祥のこの物語は広大に儀曲化され、スペイン文学史において数百年の間歌い継がれた。スロバキア1494年、スロバキア西部のティルナウで発生した儀式殺人事件では、ユダヤ人はキリスト教徒の血を儀式や薬として使っていると告発された。十八世紀以降もポーランド、ロシア、ダマスカス、ハンガリー、ギリシャ、チェコなどで、 ユダヤ人への地の中傷事件が起こったが、これは、東欧では、ユダヤ人による儀式殺人の中世の伝説が深く根を下ろしていたためであった。ポーランド17世紀になると、ポーランドにも地の中傷が波及し、西ヨーロッパと同様の現象が起きた。18世紀から19世紀の初頭にかけて、ポーランドとロシアにおいて、地の中傷が波状的に流行し、 殺人事件をも含む様々な虐待行為が引き起こされるようになった。ポズナン、ザスロー、ジトーミル、ベリジュといったゲットーのある地域では特に賛美を極めた。ロシア19世紀のロシアでは儀式的殺人の過度で告発されたユダヤ人の裁判が複数回取り行われたが、一件の例を除いたすべての件で無罪が確定している。にもかかわらず、 時の皇帝ニコライ一世は1817年における、布告で、ユダヤ人の中には、キリスト教徒の地を必要としている者が、多数いると公式に述べた。特殊な例としては、1852年から翌年に、かけて、サラトフで、多数のユダヤ人が、地の中傷によって告発され、2名のユダヤ人が15年もの、間、牢獄で拷問を受けていたというケースもある。 ただし、1855年には、地の中小に関する調査委員会が設置されており、いずれもが、デマでしかなかったことが立証されている。イズミルト・コンスタンティノープル1872年から1874年に、かけてのオスマン支配下のイズミルト・コンスタンティノープルで、広まった地の中小は、当地のユダヤ人に、様々な悲劇をもたらしたが、その多くは、 ギリシア人によるものであった。ダマスコ1840年にダマスコで起きた地の中傷にまつわる事件は世界中のユダヤ人社会に凄まじい衝撃を与えた。この時期はムハンマドアリーによるフランス傀儡政権がダマスコを統治しており、イギリスとオーストリアを後ろ盾にしていたオスマン帝国との交戦中でもあった。地の中傷の背景には 1840年2月5日に、トマソという名前のイタリア人修道士と付き人のイスラム教徒が、ユダヤ人街の市場を訪れたのを最後に、行方不明になるという事件があった。ダマスコのフランス領事、ラティメントンは反ユダヤ主義者として知られていたが、彼はこの機会を逃さず、すぐさまユダヤ人が関与しているとして告発した。一方、フランスの首相アドルフティエールは、 政府主催の代表者会議をダマスコで開催し、エドモンド・ジェームズ・ロス・チャイルドとの話し合いの中で次のように述べている。すると、あるユダヤ人に疑惑の目が向けられたので、早速取り調べが始まった。厳しい尋問によって自白せざるを得なくなった。彼は、苦しまぎれにユダヤ人共同体の7人の有力者の名前を挙げた。 彼らはすぐさま逮捕され、尋問の挙句に数人が命を落とし、残された者たちは観念して自白した。この事件の首謀者とされたのは、ハイム・ファルヒという実業家で、ユダヤ人によるパレスチナ開拓や教育をはじめとした公共施設に多額の献金を行っていた人物である。彼は様々な尋問を受けたものの、幸い権威不十分で釈放された。 同じく容疑者として、ダマスコの著名並び、ヤーコブ・アンテビも拷問を受けたが、後に名誉を回復している。この間、ユダヤ人街から、豚のものと見られる骨が発見された。ところが、当局によって、修道士の骨として公表され、教会内でおごそかに埋葬された。これを受けて、ユダヤ人が貯蔵していると噂される地のありかの捜査が、始まったが、当局は、 ユダヤ人からの自白を引き出すため、3歳から10歳までの彼らの子供たち60名を誘拐するなど、手段を選ばなかった。ダマスコでの事件は、噂となって、世界中のユダヤ人の耳に届いていたものの、当初は、わずかな援助しか差し伸べられなかった。ところが、この誘拐事件によって関心が高まり、子供たちの救出へ向けての、各方面からの働きかけが増加した。 これは多分に民族及び宗教闘争の要素をはらんでいた。この過程において、モンシェハイム・モンテフィオールの努力が実り、オスマン皇帝アブデュールメジと一斉によって、帝国内の事件でないにもかかわらず、地の中小のルフを厳禁する布告が、イスラム教徒に出されたりもした。中でも目立った活動をしたのは、ドイツの詩人で、パリ在住のユダヤ人キリスト教会宗者、 ハインリヒハイネであった。彼は、地の中傷への反論を怖高に叫び、その迷信に内包された反ユダヤ主義者のコンセンサスを明らかにした。また、イギリス政府も罪なき被害者の救出活動に全力を注いだ。ダマスコでの地の中傷が、ユダヤ民族史上の一つのターニングポイントとなったことは、間違いないであろう。この事件を通じて、 中東のユダヤ人とヨーロッパのユダヤ人との間の溝が埋められたのである。一方、ロスチャイルド家のメンバーは、オーストリア領事の協力を得て、事件の詳細を文書にまとめ、それを新聞を通じて、世界中に配布した。すると思惑通り、国際世論から激しい非難の声が上がった。そのため、アドルフ・クレミューを団長とするフランスのユダヤ人施設団がエジプトに赴き、 事件の仲裁に乗り出すようムハンマドアリーに働きかけた。こうして2ヶ月にも及んだ監禁生活から子供たちが解放されたことにより事件そのものの一様の決着を見た。また、この事件の責任を問われたダマスコの知事は処刑されている。1986年、シリアの国防省ムスタファタラスは公表した書籍の中で ダマスコでの地の中象に触れ、儀式用の地の採取を目的としたユダヤ人による修道士の殺害は実際にあったことだと述べている。イスラエルの劇作家アロンヒルはこの事件をモチーフにした小説を2004年に発表した。ハンガリー王国1882年、ハンガリーのティーツァエズラという村で、キリスト教徒の少女エステル・ソリモ氏が行方不明になった。すると、 当地の反ユダヤ主義の議員たちの先導によって、地の中傷が焚き付けられ、すぐさま地域のユダヤ人が告発された。法廷に立たされた、ユダヤ人は15人に上ったが、その中には土殺人のシェロモーシェバイツも含まれていた。この時は裁判所も教会も事件に、あまり関心を示さなかったが、続いて、公務員、ヨセフ・シャープの二人の子供が誘拐され、 教会の近くで監禁されるという事件が発生した。すると、この両事件によって、いわば洗脳状態に陥った住民たちから、あたかもエステルの殺害現場を目撃したかのような証言が相次いだ。そのほとんどが、シナゴーグの中でシュバイツがエステルの喉を引き裂く様子を、ドアの鍵穴を通して見た、というものであった。 マウリッツ・シャープという名のユダヤ人の若者は傷口から滴り落ちる血をどのようにしてシュバイツが器の中に注ぎ込んでいたのかといった細部にまで言及している。また犯人はシュバイツだけでなく告発された残りの14人のほか自分の父親も事件に関与しており彼らはエステルが暴れないよう押さえつけていたと証言した。 さらには、教会関係者の指示通り、地域のユダヤ人有力者の姿も、現場で目撃したと供述した。シュバイツが公弁の際、人間の首を切断した場合、傷口からは猛烈な勢いで、血は噴出するので、一方の手で首を切断し、もう片方の手で血を受け止めるのは、不可能であると主張したときは、これらの疑問に抵触しないよう証言し直している。 事件を担当した弁護士、検察官のカーロイ・エトベスは現場検証のために、複数の裁判官をシナゴーグへ派遣したが、現場からは、若者の供述を裏付けるものは何も出てこなかった。それどころか、シナゴーグのドアには、鍵穴さえもなかったのである。この裁判は反ユダヤ主義者による暴動を引き起こし、ついには、パラシュブルクをはじめとした各都市で、 ポグロムが発生するに至った。ハンガリー政府は、戒厳令を敷くとともに、ユダヤ人居住区のある地域に軍隊を派遣した。首相ティサカールマーンは、養殖者に対して、貢権力の立場にいる限りは決して無実の、ユダヤ人に危害を加えることを許してはならないと、警告した。後日、ティサ川から、エステルの遺体が引き揚げられたが、 その遺体に暴力が加えられた痕跡がないのは明白であった。ところが彼女の母親は教会からの圧力を受けてその遺体が自分の娘であることを否定したのである。また遺体を引き上げた漁師たちは当局によって拷問を受け後半の際その遺体がユダヤ人によって引き渡された別人のものであると証言した。それによるとユダヤ人が 地域の病院から密かに遺体を搬出し、行方不明時にエステルが着ていた衣服を着せてから漁師たちに引き渡したというのである。つまり、ユダヤ人の依頼に従ってその遺体を川に投げ捨て、数日後に自分たちで引き上げたという自作自演説を主張したのである。とはいえ、遺体が消失したという記録は、どこの病院にも残されていなかった。遺体は、 ブダペストに搬送され、政府が派遣した、病理学者の手で解剖されたが、調査の結果、エステルが死亡時に妊娠していたことが判明した。おそらく、愛人の子を妊娠したものの、その相手に逃げられてしまい、将来を悲観した挙句に受水自殺したものと見られている。エトェスの熱心な弁護により、告発された、ユダヤ人全員の無実を訴える広告がなされたが、 ブダペスト交際において企画された。エトベスはこの事件の詳細を記録し、全3巻の書籍にまとめて発表した。また、彼が会議員で、ハンガリー民主党の党首だった時には、ユダヤ人の権利を守るために、彼の承認のもと、自発的に訴訟費が支払われている。その後、彼は、政党から除籍され、議員資格も剥奪された。 そして各方面からの迫害に耐えながら不遇な生涯を送った。しかし今日のハンガリーでは彼は国民的な英雄として尊敬されている。一方、偽証したマウリッツ・シャープは事件後にオランダに移住したが、そこでユダヤ教の信仰を取り戻し事件に関する自伝的書物を発表した。アルノル・トツバイクは1918年、 戯曲リチュアルモアード・イン・ウンガーンを保管するため、マウリッツの自伝を元にして小説、サマエルの使命を執筆している。チェコプラハのラビーエフ・ダレーブ・ベン・ベザレルによるユダヤ教のゴーレム伝承の創生にあたって、地の中傷が原動力となった。1899年、チェコのポルナーアーにて、19歳の少女アネズカ・フルゾアが、殺害された。この事件は、 杉越祭りの期間中に起きたため、すぐさまユダヤ人の知的障害児レオポルド・ヒルズナーが告訴された。しかし、彼を犯人と断定する証拠にはいくつもの問題があった。ヒルズナーの裁判には、政治的、かつ反ユダヤ的な思惑が絡んでいることは明らかであった。そのため、トマーシュ・マザリクがヒルズナーを救うべく仲裁に乗り出したが、 力添いにはなれなかった。ヒルズナーには死刑が宣告されたものの、彼の支援者が皇帝フランツ・ヨーゼフ一世に圧力をかけたため、終身刑に減刑された。その17年後の1918年、皇帝カール一世によって恩赦が出されている。ギリシア・ケルキラ島19世紀末、ギリシアのケルキラ島にはおよそ5000人のユダヤ人が定住していた。 彼らの共同体は、イタリア出身者とギリシア本土出身者に分かれていたが、共に経済的に成功しており、キリスト教徒とも表面上は友好的な関係を築いていた。ところが1891年、ユダヤ人の家の中庭にあった袋の中から首を切断された少女の遺体が発見されたことにより、潜在的に秘められていた反ユダヤ感情が爆発した。 殺された少女は、ユダヤ人の仕立て屋の娘であった。しかし、キリスト教徒は、その遺体が仕立て屋に養子に出されていたキリスト教徒の娘のものだと主張して譲らなかった。このため、腹に据えかねた多くの住民が、ユダヤ人を裁くために大通りに集まる騒ぎに発展した。そこで、ラビの訴えもあって、地元の司教が仲裁に当たったところ、 過労死テポグロムの発生を食い止めることができた。ただし、この事件によって、ユダヤ人の多くが同等での生活を諦めざるを得ず、富裕層を中心におよそ3000人が、イタリアのトリエステやエジプトのアレクサンドリアといった、他国のユダヤ人居住区に移住した。ウクライナ1911年、ウクライナのキエフにて、 儀式のために少年を殺害した権威で、メナヘム・メンデル・ベイリースが告訴された。この裁判は、帝政ロシアの末期という時世もあって、リベラル派と保守派との清掃にも利用された。ベイリーズの支援には、大勢の学生が参加し、彼に有利な世論を形成した。裁判が続けられた2年間、彼は拘置所での生活を余儀なくされたが、最終的には、 バイシニンによる無罪判決を勝ち取っている。ナチスドイツヨーロッパにおける地の中傷を再燃させたのはナチスドイツであった。それはアドルフ・ヒトラーの著書我が闘争の記述において如実に見て取れる。第三帝国期には実際に地の中傷絡みの訴訟が起こされている。アラブ世界20世紀になると地の中傷はアラブ世界にまで浸透したが、 その背景には中東戦争があった。例えば、エジプトではユダヤ人の人心国の習慣に関する書物が多数出回っていた。また、第二次インティファーダの期間、同国のテレビではパレスティナ問題に絡んで地の中象を煽り立てる番組が盛んに放送されており、中にはアリエル・シャロンがアラブ人の子供の血を飲んだと訴える番組もあった。 たまりかねた、ムバラク大統領は、急進的なテレビ番組を非難する声明を発表したが、彼は、その声明において、すべてのユダヤ人が、そのようなことを行っているのではないという胸の発言を行っている。これはすなわち、一部のユダヤ人は血を飲んでいると公式に、述べたも同然であった。また、エジプトと、同様、第二次レバノン紛争時にはヒズボラも、 独自のテレビ網を通じて、地の中傷を視聴者に吹き込んでいた。日本アメリカの反ユダヤ主義者 EN、ジェームズ・ウィクストラムによる、ユダヤ人の手により、マクドナルドに人肉が混入されているという地の中傷が、日本語に翻訳されて、電子掲示板や、ツイッターなどのソーシャルネットワーキングサービスを通じて、ルフされている。ユダヤ人は、地の中傷だけでなく、 それ以外の様々な抽象にも耐えてきたが、その一つに、ユダヤ人が、キリスト教のミサで用いられるホスチアを冒徳するという、ものがある。ホスチアは、キリスト教徒によって、イエスの体の象徴とみなされており、敬験なキリスト教徒は、ホスチアを刺すとそこから、血が滴り出るという話を信じている。1290年、パリに住む、 ユダヤ人夫妻に関する抽象が広まった。それによると、この夫妻が、とある教会の秘密の部屋で、床が血で溢れかえるまでホスチアを刺していたというのである。異端審問にかけられた二人は家計に処せられている。同様の事件は1556年に、ポーランドのソハシェブでも起きており、三人のユダヤ人に死刑が宣告されている。 1298年の夏、ドイツでもホスチアにまつわる中傷から惨劇が起きている。フランケン地方のレッティゲンという街のあるユダヤ人の家屋から赤子の泣き声が聞こえたが、これがホスチアのうめき声として噂されたのである。すると、リントフライシュを刑に非リントフライシュと名乗る騎士は、天から生態に対する冒徳の容疑で、 ユダヤ人を絶滅させる使命を受けたと宣伝した。彼の指揮のもとに先導された群衆が暴徒と化し、4月20日、レッティゲン在住のユダヤ人56名を残殺した。群衆はその勢いのまま各地を巡行し、フランケン地方の二大中心都市ビュルツブルグ、ニュルンベルクほか、バイエルン地方、シュバーベン地方などで146もの町を破壊した。今日では、 この一連の暴動によって、およそ2万人ものユダヤ人が虐殺されたと見積もられている。1347年から1350年にかけて、ヨーロッパで猛威を振るったペストは、全人口の3分の1から半数にあたる、約2500万人の命を奪ったとされている。この間の1348年から1350年にかけて、井戸に毒を投げ込む。 ユダヤ人についての噂が広まり、地の中象やホスチアの中象をも上回る惨劇が起きている。ユダヤ人は立法の規定もあって、日常的に衛生面や食料には注意を払っていた。それゆえ、ペストによって深刻な被害を受けることがなかったのであるが、キリスト教社会ではまだ衛生面とペストの因果関係が認識されていなかったため、 両者の被害の差が歴然となっていた。すると、ヨーロッパの各地で、ユダヤ人が、世界から、キリスト教徒を抹殺するため井戸に毒を投げ込んでいるという噂が立ち、それに殺っ立った群衆が、ユダヤ人の集落を襲撃するようになった。放火や略奪を伴った暴動は、フランスやスペインの沿岸地域から、スイス、ドイツといった。 内陸地へと波及し、およそ300のユダヤ人の街が破滅に追いやられた。近現代において生み出された反ユダヤ的な抽象の中でも有名なのが、シオン賢者の議定書である。同書は20世紀の初頭、実際に開催された秘密会議の議事録という、触れ込みで出回った議書で、ユダヤ人が世界支配を目論んだ国際的な秘密結社の、 運営を担っているという内容である。おそらく、ロシア人の反ユダヤ主義者によってでっち上げたものと見られ、既存のフランス語の著作物に、ユダヤ人を誹謗する記述が織り混ぜられている。著作者らはさらに、同省を、スイスのバーゼルで行われた第1回シオニスト会議に、結びつけるため、テオドール・ヘルツルやアハド・ハームの名前を持ち出している。シオン賢者の議定書が、 鉄道鉄尾でたらめであることはシオニズムに否定的だったものにも十分理解されていた。また、世界支配のための秘密会議などかつて一度も開かれなかったことや、ユダヤ人がシオン賢者なるものを指導者に立てていないことも調べれば、すぐにわかることであった。にもかかわらず、反ユダヤ主義者は同省プロパガンダの強力な武器として利用し、 数十カ国語に翻訳して世界中にばらまいたのである。ユダヤ人は当初、反証の余地が十分にあったことから、シオン賢者の議定書の存在を重要視せず、自ずから疑問を露呈するだろうと考えていた。ところが、同書が世界的に流通されて多くの読者を獲得し、アマツさえナチスのプロパガンダに流用されているのを見るに及んで、 公開裁判の場において、真実を明らかにする手に打って出た。その裁判は1934年、スイスのベルンで開催され、第1回世界シオニスト会議の参加者や、世界シオニスト機構の議長をハイム・バイツマンなど、専門家に対する質疑を経た後、同書が単なる表節物で稚拙な願作に過ぎないと、判断されて決心したのである。歴史家たちは、 中世において、地の中象が拡散するに至った、いくつかの要因を挙げているが、その中でも、興味深い、対極的な二つの説を紹介する。マグダレーナ・シュルツは、中世の貧困層では、児童の待遇が劣悪だった点、特にユダヤ人の家庭での親子関係とキリスト教徒の家庭でのそれは、運命の差があったと指摘している。また、 ユダヤ人の社会では婚姻外交省によって生まれた子供が殺害されるケースはなかったとしている。シュルツによると、知の中傷とは、育児放棄、あるいは児童虐待による子供の死についての弁明であり、家族が負った罪悪感が発露されたものだとしている。この説明に、最も該当する例は、プルダーにおける子引きの子供5人が殺された事件で、 その時よきたちの中傷は、子供たちを家庭内で放置して死なせたことによる両親の過釈から、両親を解放したであろうと述べている。十字軍の時代、多くのユダヤ人がキリスト教への改修を迫られたが、アシュケナジムの社会では、改修を拒み、子供を殺した上で自殺するユダヤ人が大勢いたという。その理由は、 キリスト教徒になることに対する抵抗感だけでなく、キリスト教徒によって殺されることに対する屈辱感にもあった。ヘブライ大学教授イスラエルヤーコブ・ユバルは、当時のキリスト教社会ではアシュケナジムによる殉教はよく知られていたため、ユダヤ人は簡単に子供を殺すという先入観を招き、ひいては地の中象に信憑性を持たせてしまったと主張している。つまり、 自分の子供を殺せるのなら他人の子供など容易に殺せるだろうと思われてしまったのである。過酷な情勢の中でユダヤ人が自らの手で地の中傷を完成させたとするユバルの説はイスラエルでは厳しい非難に遭い中世史の研究者によるアカデミーにおいては記憶に残る論争を巻き起こした。詩人で文献学者のエズラフライシャーは ユバルの見解について、語られていないことこそ語られるべきであった。語られてしまったことは書かれないべきであった。書かれていないことこそ書かれるべきであった。書かれてしまったことは忘れられるべきであると表している。その他の研究者にとってもユバルの説は、十字軍の後にも長期間、地の中傷が発生していたという現実を踏まえれば、その正当性に疑義を挟まざるを得ない。 白物でしかなかった。だが、ユバルにとっては、その後の地の中小の実在性こそ、殉教に象徴される堅固な文化を、アシュケナジムのユダヤ人が育んでいたことの証細になると、している。2011年1月8日に、アメリカ合衆国アリゾナ州通村で起きた、ユダヤ教徒のガブリエル・ギフォーズ会議員らに対する、銃撃事件に関連して、2008年の、 米大統領選挙で、元副大統領候補であった、共和党のサラペイリン前アラスカ州知事が2010年の、下院議員中間選挙の際に、再相談せよ。とツイッターで発言したり、選挙戦対抗馬を表すターゲットマップとして、技法図を含む、民主党候補を、ライフルの的でフェイスブックに表現していたことが、この事件につながったのではないかとして非難された。 これに対してペーリンがビデオメッセージで自分に対する非難を地の中傷という表現を使って反論したことでユダヤ人団体の反発を買うなどさらなる物議を加した。ありがとうございます。